さあ始まりまりしたボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング私 DJ ボクシングアのボクシングでございます、えー、さあ今回は前回に引き続き元 WBC 世界フライ級チャンピオンの内藤大輔さんとのコラボ会後編です、えー、前編となった前回の動画では未だ知られざる井上尚弥選手のライバルたちスーパーバンタム級編ということで何人かの選手を紹介していきましたが 今回の後編では、この井上選手のライバルたち、フェザー級編。えそれでは早速、内藤さんとのコラボトーク、後編をお楽しみください。で、それ以外に、まあ、フェザー級に上げたときに、じゃあ、誰がいるのかってところなんですけど、はい。ここで、まあ、まず、あの、必ず先に名前が上がるのが、ロベーシー・ラミレスだと思うんですよ。うん。先日、清水選手に勝った。うん。で、もう一人、あの、 今のフェザー級の IBF のチャンピオン。これ、ルイス・アルベルト・ロペスっていう選手がいるんですよ。この選手が、あの、メキシコの選手で、で、ロベーシー・ラミレスと同じくトップランク者所属のボクサーなんですね。なので、井上選手とやるときに多分マッチメイキングしやすいのかなというふうに思っていて。うんうん、なるほど。で、実はロベーシー・ラミレスと対戦するんじゃないかっていう噂も出ていて、 いやこれがもうまさしく好戦的でパワフルなもうメキシカンなんですよね。これと井上選手として決まったら相当面白いと思いますよ。うんうん、うーんいっぱいいますね、なんかね。いるんですよ、うん、本当に、うんもう。もういくらでも、いくらでも話せちゃうし、ずっと紹介し続けたいぐらいなんですけど。まあ、世界チャンピオンという意味ではロベージ・ラミレスか、この、まあ、ルイス・アルベルト・ロペス。うん ここが井上選手の多分フェザー級に研究した時のターゲットになってくるんじゃないかなっていう気がしていて。だ僕が今、実は一番今日紹介したかった選手。はい。これがフェザー級にいるまあ、ネクスト本当、スター候補の一人なんですけど。はい。ブルース・カーリントンっていうアメリカ人の選手がいるんですよ。ほうほうほう。この選手が一押しですか、今。この選手は今日紹介する中では一押しです。ええー、この、この選手は無敗ですか この選手が今9戦全勝無敗ですね。うん、ああ、まあ、黒人得意の、こう、どちらかというと、あれですね、デトロイトスタイルかなこれは。そうですね、デトロイトスタイルもできるし、うんうん、まあ、いわゆる本当テクニシャン、本当身体能力の高いテクニシャンボクサーっていう感じですね。うん、本当。黒人の選手は、本当、運動神経で戦うと、もう、ついていけないからね。いや、本当に、 彼は結構そのドラマがいろいろあって、で、まず、さっきそのニックネームの話されたじゃないですか、内藤さん。はいはいはい。彼のニックネームすごい覚えやすくって、シューシューって言うんですよ。シューシューシュー、シューシュー。シューシュー。はい。なんで、アメリカではシューシューカーリントンってよく呼ばれていて。はい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 。どういう意味ですかでも、これなんかエジプトの言葉かなんかで、はい。すべての上に立つ存在みたいな意味があるらしいんですけど。へー。 も本当、もうトップに立つ男みたいな多分意味もあるのかなっていう。まあ、あと響きも収集ってなんか耳馴染みがいいですし言いやすいっていうのもあると思うんですけど。ま,あ、まだ8回戦の選手なんですよ。プロでは。えー、あ、そうなんですか。ただ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アマチュアキャリアがすごい長くって。お<う>7歳の頃からもうボクシングを始めていて。で、19歳の頃には2016年のリオオリンピックの アメリカの補欠代表に選ばれてるんですよ。うーん実際大会には出られていないんですけど、もし、その、本戦に出場する予定の選手が怪我とかした場合の補欠要員として選ばれていて、で、その後の東京オリンピックを目指してアマチュアキャリアを続行したんですけど、はい。この東京オリンピックがコロナの影響だったりとかで、ね、はいはいはい。ちょっとスケジュールが後ろ倒しになったじゃないですか。ああねー、ほんとにね。あれの影響を受けて、その、 デューク・レーガンっていう選手が、最終的にはデューク・レーガンっていう選手がアメリカの代表に選ばれたんですけど、そのカーリントンと同じクラスの。はい、同じウェイトクラスの。なんですけど、実はこのカーリントンは、2020年にもし行われていたらっていう仮定した時の予選、あの、代表選考大会で、そのデューク・レーガンに勝ってるんですよ、カーリントン<ー>なんですけど、にもかかわらず、まあ、アマチュアのそのランキングみたいなのがアメリカにもあって、 その,その過去の大会の成績,成績とかも結構反映されるランキングだったんで、うんうん、そういう過去の試合結果とかの中でレーガンの方が、まあ、ランキング上位にいて、レーガンが最終的に代表に選ばれたんですけど、まあ、これがもし2020年にちゃんと東京オリンピックが行われていたら、あるいはコロナが起きていなくて、他の選考大会がちゃんと行われていたら、カーリントンがオリンピックに出ていたんじゃないかって言われるぐらいの選手で、で、このレーガンは東京オリンピックで、 銀メダルを取ってるんですよ。<ー>で、そのレーガンに勝っていた、本来だったら代表に選考されていたはずのカーリントンなんで、まあ出ていたらもしかしたら金メダルを取っていたかもしれないしってぐらいの、まあ、超トップアーマーなんですよね、もともと。<々>ー。で、まあ、プロに転向したっていうわけなんですね。そういうことなんですよ。で、今、彼はトップランク所属の選手なんですよ。あ同じトップランクだ。 これは井上選手と将来のライバルになり得る可能性がかなり高いんじゃないかと実は思っていて、うん。いや、だから僕もね、こういう、なんだろう、あの、運動神経を生かしたボクシングをする、まあちょっとちょっと変則的な感じというか、もうめちゃめちゃ綺麗なオーソドックスのボクサーと戦うんじゃなく、こういう変則的なこう、デトロイトスタイルだったり、運動神経戦ったりっていう、 そういう選手と井上選手の戦いは見てみたいんですよね、僕ね。そう、そう、そういった場合、どういう戦い方をするのかなって思って、思って、うん。まあ、例えばね、極端な話で言うと、ハメド対井上選手ったらどうなるのかなとかね。なんかちょっと思っちゃったりするね。うん、いやー、最高のドリームマッチですね、い。なんかね、うん。いや、見たいカードいっぱいありますね、そう考えるとね。 いや、本当に、それこそ本当、フルトンが黒人のアメリカ人ボクサーとして、井上選手と初めて戦いましたけど、僕はフルトンよりもカーリントンの方が、まあ、あと数年後のレベルに関して言えば高くなるんじゃないかと思ってるんで、このカーリントンは本当に、ぜひ注目してほしいですね、うん、日本の皆様にも。みたいな。あの、その、フルトンと井上選手、いやー、まさかんな展開になると思わなかったなーそうですね。<laughs> そうですね。<laughs> まあ、あれを見ると、結局こういうね、カーリントンでやっても、フルトン戦と同じ結果になるんじゃないかなってなんかね、びっくり。ちょ、ちょっとっていうか、もう普通に苦戦すると思ったんですよ。これっぽっちも苦戦しなかったよ。あれ僕も同じですね、<ー>本当苦戦すると思ってましたんですよ、もうちょっと。頭おかしいよ、<laughs> びっくりした。あんなこと、どうやったらできるんだって。 ねえ、リーチだって全然違うのにさ。相手、逆に相手の方が届かないんだから、向こうの方が全然リーチ長いのに。わ、ね、かんないん、ね。カーリントンはさらにリーチ長いですよ。カーリントンはさらにリーチ長い選手です。あ、へまあ、フェザー級の選手なんで、まあ、リーチが180センチ以上あったはずなんですけど。すごいね。彼はリーチ長いんですよ。で、また、 あの、ニューヨーク出身の選手なんですけど、すごい治安の悪い、あの、ま、それこそマイク・タイソンとかと同じ、ニューヨークのブルックリン出身の選手なんですよ。で、このカーリントンの出身地もすごい治安が悪いエリアで、<laughs> あの、実のお兄さんが、はい。銃殺されてるんですよ。はい、<laughs> 実のお兄さんが20歳の頃に、あの、銃撃事件に巻き込まれて亡くなってるんですね。うん <laughs> で、そういう、なんとい、なんて言うんですかね、バックグラウンドというか、その人生の中でかなり辛い経験をされてる方なんで、うん、まあ、多分ボクシングにかける思いも一,一倍強いんじゃないかなっていう印象なんですよ。で、このカーリントントランクスに、はい、あの、フォーエバー・アイクって常に書かれてるんですけど、はい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 。これはお兄さんのことなんですね。お兄さんがマイケルっていう名前なんで、 アイクっていうのはお兄さんのマイケルに対するニックネームなんですけど、あ<ー>お兄さんのその死を常に胸に秘めつつ、トランクスに相談を刻みつつ、世界チャンピオンを目指して戦ってるっていう、そういうドラマもある方なんで、うんああそういうところも注目してみるとかなり感情移入できるんじゃないかなっていう。あのー、僕は、こう思うんです。あのー、 公園でもね、お話しさせてもらってるんですけど、人って、まあ自分のために頑張るんですよ。ね、ね、いい思いしたい、ね、目立ちたい、ね、綺麗な感じが欲しい、美味しいもの食べたい、お金いっぱい欲しいって、ね、そのためには頑張るぞってみんな頑張る。でも、あの、限界が来ると、諦めるのが人間、人間だと思うんです。本当につらい、あーもうこれじゃダメだ。ね、自分のためだと思ってたら。 みんな諦めるんですよ。限界が来たら。だけど、これね、僕、僕はそうだったんですけど、誰かのためにやれって言うんですけど、僕はね、公演で。誰かのためだと思ったら、がん、自分のためだと思ったら、もうほんと辛い時あーって思うんですけど、これがね、誰かのためだと思うと、この野郎、まだまだだって。で、だから、それをちょっと思い出しちゃって、彼はね、あの、お兄さんを背負ってるわけじゃないですか。 それがやっぱまたパワーになってるんじゃないかなって。うん。だからそれをね、今の話を聞いたら、ちょっと僕は彼を応援したいですね。いや、ぜひちょっと。僕もそうだったんでね。うん。え、うん、ドラマもあるしね、カリントン。そうですね。本当にドラマがあって、その、お兄さんの件だったりとか、オリンピックに出れなかった件とか、<ー>すごいその<ー>、いろいろ、フラストレーションだったり、ドラマが溜まるような人生背景がある方なので、 ね、ポジティブに変えてほしいですよね。その、オリンピック出れなかったっていうのもね、まあ、運が悪かったので、あれですよね、あの、山根会長みたいな人がいたわけではないですよ、ね。<laughs> そういうことではないと思います。<laughs> いや、もう。すいません。知ってくれてよかった。<laughs> いや、もう。でも、その、さっき、オリンピックの話で、その、カーリントンの代わりに出たデューク・レーガンっていうのも、実は今、フェザー級で戦っていて、うん、彼もプロで全勝無敗で、で、彼は彼で実は、 コロナ、コロナの時に、コロナをが原因でお父さんを亡くされてるんですよ。はあ、そういう、なんかいろいろと、その、まあ、家族を失う辛さとかっていうのを、持ってる若手の、<ー>しかも強くて将来性が高いって言われてるようなボクサーが、フェザー級に今いるので、で、このレーガンも実はトップランクなんで、レーガンとカーリントン置いといてほしいですね。<laughs> 逆に、ちなみにレーガンとカーリントンがやることはないですかね、プロで。いや、あり得ると思いますよ。 ああ、そっか。ありえると思いますよ。あの、逆にそのオリンピックに出たレーガンと、うん、レーガンに当時勝ったのに出られなかったカーリントンっていう、ストーリー、ーストーリーを作りやすいドラマがあるので、多分カーリントンとしてはやりたいと思ってるはずですし、うん、レーガンはレーガンで逆にオリンピックでは銀メダル取ったけど、 その一年前の代表選考大会でカーリントン負けてるっていう悔しさもあるはずなんで、お互い多分やりたいと思ってるんじゃないですかね。<ー>ここは面白いって話にります <laughs> ね。しかもね、無敗だ、無敗同士だしね <laughs> で。年齢も近いんで、このレーガンとカーリントンは、同じタイミングでそのスター候補の階段を上がっていくんじゃないかなっていう気がしてますね。あこれも、あの、ね、ちょっと、 運動神経、うん、フリッカー的だね、ジャブで。あー、レガン。でも、カーリントンの方がね、や,やりにくそうだな、身長高くて。僕もカーリントンの方が多分強敵になるんじゃないかなと。なんかね、うーん。なんかね、でももちろんね、この成長強いけど、いや、そう考えると、やっぱ世界ってさ、ゴロゴロ、いるんですよね。バケモンだらけです、ほんと。 ただ、B&B さん、本当になんだろう。歩く、歩くボクシング辞書ですね、本当ね。うん。<laughs> ボクシングのなんでもしてねえ、これね。うん。ボクシングより面白いものは世の中に存在しないと思ってるので。へえ、面白いなでも嬉しいですやっぱりボクシングやってね来た人間としては、本当こういう方がいるっていうのは、やっぱ本当嬉しいし、ねえ、なんだろう。ずっとね、ねえ死ぬまでボクシング、 おそらくファンでいるんだろうなと思うし、僕なんかはね、あの、ボクシングオタクだったんですけど、やっぱりね、現役を退いたら、だいぶやっぱボクシング好きですけど、ボクシング知識っていうのは、だいぶもう抜けちゃいましたね。あの、ボクシング雑誌、毎月買うの楽しみもしてたし、で、やっぱりね、リタイアしてからはね、今はもう買っても買っていないですしね。うん。でも、あれですね、あの、B、B&B さんは、 なんかね、もうずっと、おそらく、障害、ボクシングファンでい,いるんだろうなっていうのが見えてね。まあ、嬉しい限りです。うん、いや、もう間違いなく、一生死ぬ前ボクシングファンで僕はいるので。はいはいはい、何が好きなんですかボクシングの。いや、もう、あげればきりはないですよ。はっきり言って。あげればきりはないですけど、結構その、言語化しようと思って論理的にいろいろ考えたことはあるんですよ。なんでこんな好きなんだろうって。<laughs> で、 そう考えたときに、まあ、まず、まあ、スポーツとか競技の面白さって、どういうところから成り立ってるのかなって考えたときに、まあ、競技性の高さっていうのが絶対は僕は必要だと思ってるんですよ。で、この競技性のじゃ高さって何から成り立ってるのかっていうと、その競技をしている人の人口と、その競技のシンプルさ、わかりやすさ。で、その競技で本気でナンバーワンになろうとしてる人がどれだけ多いか、この辺がポイントになっていると思っていて、 それで言うと、まあ、ボクシングは、その拳のみを使って、相手の、まあ、上半身の前面部分だけを攻撃するっていう、すごく制限されたシンプルさがあって、この制限性の高さがあるからこそ、その技を磨く、技の純度っていうのがどん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 上がっていって、で、さらには、インターナショナルスポーツなんで、プロスポーツとしては本当に、まあ、サッカーやテニスや、まあ、ゴルフなんかと並ぶぐらいの、僕は唯一の格闘技だと思ってるのでうん、うん、 それだけその選手人口が多くって、競技人口が多くって、さらに、まあ、競技のシンプルさによって、技のその熟練具合が、ちょっと他の競技とレベルが違うっていうふうに僕は個人的に思ってるので、まあ、その辺が多分好きな理由なんですけど、まあ、でも、単純に何なんですかね、楽しいんですよね。あの、言語化しようと思っていろいろ考えるとこういうことになっちゃいますけど、でも、言語化を超えた、なんで、もう単純に見ていて、こんなに、なんていうんですか、ワクワクするスポーツはないし、 あとは、もうかっこいいんです。とにかくボクサーの方たちが、全員。これもあんまり他のスポーツと比較して、他のスポーツをその下げるような発言はしたくないんですけど、僕はやっぱりボクシングがナンバーワンのスポーツであり、うん、ナンバーワンの競技だと思っちゃってるので、どうしてもその他のスポーツの選手の方たちと比べたときに、なぜかボクサーが一番かっこいいと思っちゃうんですよね。やっぱりその、あの四角い狭いリングの中で、1対1でやり合ってるっていうのも、 一つのかっこよさですし、年間に数試合しかできないっていう、この、勝負ができる時間のその制限性の高さ。一発勝負的な部分がすごく大きいと思っていて、やっぱりその4年に一度あるオリンピックとかサッカーのワールドカップって注目度が高まるじゃないですか。普段やってるリーグ戦とかよりも。はい。それっていうのはやっぱその一発勝負感がそうさせてると思うんですよ。だから年間100試合200試合決まってるほ スポーツだったりとかよりも、本当にこの一発に勝つか負けるかで、その後のボクサー人生が大きく変わってしまうっていう、このボクサーのドラマ性の高さっていうのは、やっぱ大きなまた魅力の一つですよね。うん。今度はあのー、はい。え、ボクサーの前で講演会よろしくお願いします。いや <laughs> いやいや。<laughs> すごい喜ぶ話ばっかりで、えー、すごい奥深い話を聞きました。ありがとうございます。嬉しいわ。 <laughs> とんでもないです、もう。そんな。だいぶ僕の方のチャンネル、僕が一人で喋り続けちゃってましたけど。すいません、本当内藤さんのお話ももっともっと聞きたいんですけど。でちょっと最後に一人だけ。えっと、もう一人。はい。まあこれ実はまだプロデビューをしていない選手なんですよ。プロデビューをしていなくて、ただ、もうすでにアメリカ国内では、彼はもう間違いなく将来世界チャンピオンになるって太鼓版を押されている、カーメル・モートンという、まだ17歳の選手なんですけど、 はあ。アメリカ。へえ。この選手がまたものすごい今話題になってるんですよ。めちゃくちゃすごいな。<laughs> すごいんですよ。こんな子供、やだな。や,やばいっすね。な<ー>やば。やってね、お小遣いちょうだいなったらぶっこぶこにされんねこれ <laughs> ああ。めちゃくちゃ強いな。もうアメリカって本当ボクシングの、その、 まあ、層の厚さがやっぱりすごくって、その優秀な選手をやっぱ囲んで一緒にトレーニング合宿したりする、そのナショナルチームみたいなのが常にあって、そのナショナルチームにも常に選ばれている。もう、アメリカの多分国内のナショナルチャンピオンシップで20回近く優勝してるんですよ。17歳の時点で。で、何より話題になってるのが、あのフロイド・メイウェザーの秘蔵こと言われてるんですよ。 じゃあ、メイウェザーが認めてるっていう感じなんですか、ね、そうなんです。そうなんですよ。メイウェザーの、メイウェザーのジムでずっと世話してもらっていて。へ、えー。で、やっぱこれもまた、さっきの YouTube の話じゃないですけど、現代的な、まあ、うん、その名前の売り出し方だなと思うんですが、彼あのインスタグラムのアカウントとか、TikTok のアカウントを持っていて、はい、これを使っても常にの子供の頃からの練習風景だったりとか、試合映像を、 うん、ずーっとポストし続けたんですよ。まあお父さんとかが多分中心になって。はい。それを見た、また、すごいもう子供の頃からすごいシャドウをしたりとか、うん、とんでもない縄跳びを飛んだりとかしてて、それを見てまた世間が、もう天才キッズが現れたみたいな感じで話題になっていて、うん、まだプロ入り前にもかかわらずインスタグラムのフォロワーが20万人以上とかいるんですよ。へー。 だこの選手がまたメイウェザーのジムでやっていて、で過去のインタビューで、まあ、プロでデビューするときはメイウェザーのプロモーションでデビューするっていうふうに過去語っているので、お,<ー>おそらくメイウェザーがいろいろと面倒を見ながら今後プロのキャリアを歩んでいくんじゃないかなって思うんですけど、彼が多分おそらくフェザー級デビューするんじゃないかって言われてるんですよね。<ー>でつい最近のインタビューで、はい、メイウェザーが フェザー級の現役の WBA 世界チャンピオンのリー・ウッドと今やってももうモートンだったら勝てるんじゃないかみたいなことをメイウェザーが言ってるんですよ。<laughs> 言い過ぎだな。でも、戦でウッドとやらせろみたいなことをメイウェザーが言ってるんですよ。はあ、あのー、昔の漫画じゃないけどね、天井天,天下天井天下。ゆいが独尊の漫画じゃないけど、あのー、知らないからごめんなさいね。またマニアックな話で。 デビュー戦側の、世界チャンピオンっていう <laughs>。ごめんなさい。<laughs> すみません。いや,いやそれこそロマチェンコなんかも、当時、デビュー戦で世界タイトル挑戦したいけど、うん、まあボクシングのルール上、<ー>ランキングが必要だからっていうんで、1戦目でいけないランカーと戦って、勝って2戦目で世界挑戦しましたけど、はい、もうメイウェザーはだからもう、モートンだったらデビュー戦でいけるぜ、みたいなことを言っていて、まあ、おそらく実現はもちろんしないですけど、うんうん、ランキングはやっぱり持たないと世界挑戦はできないはずなんで、 例えばですよ。はい。あの、例えばですけど、ノンタイトルだったらできるんじゃないですかあ、まあ、ノンタイトルだったらできると思いますよ。そうですね。うんうんうん。それも、じゃあ見てみたいですけどね。そうですね。まあ、今、まあ、リーンウッドとノンタイトル、ノンタイトル戦でやるって、確かに僕も考えてなかったけど、うん、ウッドが OK と言えば、ねえ、ねお金は準備できるはずなんで、うん、はい。それもありだな。えー、でも勝てないだろうな、さすがに。 まあ、さすがに、ちょっといきなりっていうのは、厳しい気がしちゃいますけど、ただなんか、モートンだったら、もしかしたらって思わせるぐらい才能を感じるんですよね。でも、彼15歳の時とかに、あの、ジャーボンテイ・デイビスとスパーリングとかしてたらしいですからね。はぁー、すごいなぁ。はぁー。だから、デイビス2世みたいな言われ方をしてるんですよ。 デイビスもずっとメイウェザーの秘蔵っ子として、<ー>ずっとメイウェザープロモーションズにいて、うん、まあ今はあのプロモーション自分の立ち上げて、メイウェザーのところから離脱はしましたけど、モートンも憧れの選手としてメイウェザーだったりとか、デイビスの名前を挙げているので、うん、今後多分メイウェザープロモーションズで長いことをやっていくんじゃないかなっていう。よだから、こうやって考えると、その、世の中ね、やっぱりいっぱい、 ね上には上がいるって言葉ありますけど、やっぱいますね、選手ねいや。本当にね、なんかもう、だからボクシングって楽しいんですよね。うんうん、この選手層、常に世代交代が起こり続けていて、うんうん、どれだけ強いと言われている選手も、いつかまた新しい怪物が現れて、うん、その時代、そっちの時代にどん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 追いられていくみたいな、まあドラマがあるじゃないですか。あの、一番面白いのは、僕的にですけど、こう、 で、こう、すごいのがいて、そしてもう一人すごいのがいて、で、それがいつか戦うっていうストーリーがやっぱ面白いですよね、そのね。そうですね。うん、そのなんか、二人を知ってる期間が長ければ長いほど、実際やった時にまた盛り上がるじゃないですか。なので、この今回のね、動画とをきっかけに、うん、まあ、まだ何年後にやるかわからないですし、実際やるかもわからないですけど、ただこうやっていろんな選手を知っておくと、うん、そうですね。もし何年後とかに、 今日話した選手誰かとやるみたいなことになった時にもっと多分エキサイトしながら試合が楽しめるはずなんでぜひ、ね、と注目してほしいですね皆さんにも覚えておきますちょっとねいろいろだいぶ長いことをいろんな選手紹介しちゃってあの喋りすぎちゃってはいるんですがそろそろねあのもう内藤、はい、選手のチャンネルも合わせるともう3時間近く 喋ってますもんね。いや、申し訳ないです。本当申し訳ないです。ありがとうございます。逆に、逆に本当に大変もう恐縮してしまうというか、お忙しい中、本当に今回楽しいお話ができて。楽しかったです。本当に、本当に感謝しております。ありがとうございます。こちらも本当にありがとうございます。ぜひともね、あの、今後とも、あの、内藤選手のチャンネルとコラボを今後もね、続けていければと思っているので、ぜひぜひ、ぜひなんかまた、僕にできることがあったら、 教えていただければ幸いです。あの、ちなみに、あの、日本の人と誰かコラボしたことはありますかえっと、僕、具志堅陽光さんと実はコラボしたことがあるし。す、えー。ええそうですか。へ、え、ぇ、ー、は、あったんだ。へえー、あ、そうですか。そうなんですよ。<ー>実は、実は結構最近もコラボして、まだ動画公開されてないんですけど。ああ、そうなんですか。結構近日中にする予定で、あとは、細川バレンタインさんともコラボしてます。ええー、あ、そうですか。はい えこれから増えねえあ増そうだな、そしたら、ねア B&B さん、あの早くでしょう、契約して、あのね。すみません、今日は長くなりましたありがとうございます、本当いや、とんでもないです、本当に、本当にありがとうございました。いいいそしたら、まあ僕の本のチャンネルのコラボはここまでに。 じゃとさせていただこうかと思いますけど、はい、ぜひともね、あの、ここまでご覧になった皆様も、内藤、はい、さんの方のチャンネルで僕が出演してコラボしてるので、そちらもぜひお楽しみください。じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ますさあ、ということで、内藤さんとのコラボ、いかがでしたかいやー、まあ、ほんと個人的にはめちゃくちゃ楽しかった。 本当現役時代は、あの、亀田幸輝さんや亀田大輝さんとの試合で、もうマジで日本中から話題の的にされていた方ですからね。だってボクシングの試合で視聴率50%とかですよ。いやー、本当しかし、こんなにすごい方たちとコラボできる日が来るとは。コロナが始まった時、自宅で過ごす時間が増え、何かできることはないかって始めた YouTube が、こんなことになるっていうのは、 本当に人生分からんもんもですよね <laughs> 内藤さんが動画内で自分のためだけではなく誰かのために頑張ろうと思えた時それが大きな力になることがあるというようなお話をしてくださっていましたが僕もねもちろん根っこには自分が楽しむためにというのがあるんですただその上で僕と同じようにボクシングが好きな方々あるいはこれから好きになる方最近ボクシングに興味を持ち始めた方々のため 少しでもボクシングというスポーツの魅力が伝えられるよう、またこれからも頑張っていきたいなと思いました。まあ、こういった素敵なお話をしていただけたことを含め、内藤さん、そしてチャンネルスタッフの皆様、改めまして、今回はコラボのご機会をいただき、誠にありがとうございました。まあ、内藤さんのチャンネルの方で上がっているコラボ動画も概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひぜひ見てみてくださいね。えー、それでは今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思います。 ぜひとも内藤さんとのコラボ動画に対する皆様のご意見やご感想もこの動画のコメント欄にてお聞かせくださいそれでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございましたよろしければ TwitterInstagram のフォローチャンネル登録やいいねスーパーサンクスもしていただけると幸いです、えー、ではまた次回の放送でお会いしましょう